社会の洗脳っ点がどのように起きているのか人生のステージ理論社会を支配している人から見てば奴隷になるような人たちが多いからまで行ってしまうと小崎狂ったんじゃないかっていう話 <music> こんにちは自然中クラブの小崎です今回は自分らしい人生を送る 社会の洗脳から解放される方法についてお伝えしたいと思いますで、まあ、この9月にですねだいたい1ヶ月ぐらいをかけて、まあ、福岡大阪で名古屋東京という形で自然種クラブのまのオフ会、まあ、勉強会ということでね、まあ、小さなグループのミーティングを重ねてね開催させていただきました。 それで参加していただいた方が大体まあ60名ぐらいになったわけなんですけれども、まあ、勉強会をさせていただいて、まあ、僕自身もね、いいエネルギーを持たせていただいたしで、さらにこの自然中クラブで何を求められているのか、それがね、はっきり分かったような、そういう勉強会だったんですね。この自然中クラブを見ていただいている方の多くが、現在の社会、 における何,何かしらの疑問点を持たれてる方が非常に多かったわけなんですね病気にかかったりとかするとお医者さんに行く冬のなんかインフルエンザの予防でそのワクチンを打つとかで普段私たちが食べてるものが基本的に安全だっていうふうに思っているんですけどもそれが何でこんなに添加物がいっぱい入ってるのとかでそういうふうにこう疑問を持ってる方が、まあ、この勉強会に参加されてる方たちと接しさせていただいて。 わかったわけなんですねとにかくこう今ね日本でいる方の多くの人が私たちが受けているメディアの情報をそのまま鵜呑みに受けてでそれが正しいというふうにこう信じている方がほとんどなわけなんですね。でそれをまあ今回ねその社会の洗脳っていうのはどのように起きているのかでそれがあなたは今現在どのステージにいるのかっていうのをこうぜひね 今回の話で見ていただければっていうふうに思っています。それで、その人生っていうのは、どのようなステージでね、成り立ってきているのかっていうと、まあ、基本的にですね、その人生のステージ理論っていうものがこうあります。あの人生っていうのは、自己中心っていうものと、自己犠牲っていうね、これを繰り返しながら、その、 ステージ、人生のステージっていうのがこう上がっていくっていう,こう話なんですね。で、これどういうことかって言ったら、まずステージ1で、えっ、ー、と、まず赤ちゃんです。私たちはおぎゃーって言って、生命っていうものが生まれますよね。で、その赤ちゃんっていうのは自己中心のステージなんですね。で、どういうことかって言ったら、まあ、ああの、お腹が空いた、おもらしした、おむつが濡れたって言って、おぎゃーって言って泣くわけじゃないですか。 泣いてお母さん何とかしてっていうふうにこう言うわけなんですけど基本的に誰のことも他人のことも何も考えず自己中心自分が中心になって世の中が回っているっていうことですよねまあ赤ちゃんだからしょうがないじゃないですかでその自己中心のステージっていうのが赤ちゃんであるっていうことですよねでそれから幼児だんだん育ってくるとレストランとか行ってですねこうギャーって行って走り回ったりとかするとお母さんがいやこういうとこでは静かにしなきゃいけないですよって で、行ったりとかですね、あとはなんかこう、スーパーマーケットとかに行って、なんかおもちゃが欲しい、お菓子が欲しいって言って、わーって言って、欲しいなとかしてよ、ママって。っていう風に言ったとしても、ママは買ってくれるわけじゃないわけですよね。いや、そんな、いつも買ってるわけにはいかないですよって。で、そうすると、その、幼児の時期になるとですね、それがあお母さんの言うことを聞かなきゃいけないんだなって。 自分を犠牲にしてでもいい子になんなきゃいけないっていうステージがあるわけですよね。これが自己犠牲のステージになっていくわけです。でそれから大体ですねその思春期とかになってくるともう育ってきてでまあ中学生高校生とかになるともう親の言うことなんか聞いてられないっていうそういう時期が来るわけじゃないですか。反抗期って言われるわけですけどその時にある意味非道徳な行動とかですねそのタバコを吸ってしめたりとか。 昔で言ったらその暴走族とかですねそれでもう自分が中心に、ね、世の中回ってんだって言ってやりたいことをやるみたいなそれが思春期であり反抗期っていうそういう時期を過ごします。 で、それがあってからさらにステージ4で社会人になると、ね。社会に入るっていうことは基本的に社会のルールに従うですよね。上司の顔とか、ね、あと同僚の顔とか、お客様の顔とかで。それで自分を潰してでも社会人として立派に働かなきゃいけな,らない。それはお金を稼ぐためでもあるわけですよね。でそうすると、ある意味自己犠牲をしながらですね。あの 朝の満員電車のラッシュアワーに乗ったりとかですね。でそういうことをしながらでも生活をするために自己犠牲しながらずっと生きるわけです。で、ところがですね、そんな生き方嫌だと。ね、自分らしい生き方がいいっていうことで、で、それからですね、その起業とかを考える時期っていうのが来るわけです。でそれでもう、 会社辞めてで、それで自分でねお店を作ってしまったりとか、ね、あとはその自分自身の,そのビジネスをやってで自分で自分の好きなように時間を使いたいとかそういうことで起業とといいう、ね、ステージとかもあると思いますで。それで自分の起業で自分自身が本当に満足できるような生活とかライフスタイルを送れるようになったとっていうふうになった時にここが満たされて初めてですねそのステージ6で社会貢献 みたいな形ですよねその自分以外の人のためっていうようなことが生まれるわけですね。でそうすると、人のために貢献をする、そんなことになると、例えば、ボランティアをやってみたりとかですね、あとは子供のための教育に力を入れたりとか、であとは恵まれない人たちのためにどうやったら貢献できるのかっていうその自己犠牲ですよね。 自分を犠牲にしてでも他の人のためにっていうことで貢献っていうねステージが生まれてきますでそれを経てステージ7ステージ8っていうふうに言うわけですけど、まあ、まさにですね、まあ、ここの78まで行ってしまうと小崎狂ったんじゃないかっていう話になるのでまずここでちょっとと,とどめておきたいと思うんですけれどもでもとにかくこの赤ちゃん幼児思春期社会人起業貢献っていうこのステージで見ると日本人のほぼ 90%がですね、このステージ4にいるわけなんですね。本来はこういうふうにね、あの、ステージ6とかっていう風に上がっていきたいっていう風に自分自身では思っていても、とにかくですね、ここのステージ4でとどまりなさいっていうふうにかける、うん、圧力というかですね、そういうものが非常に強いんですね。これなんでこういうふうになってしまってるかっていうと、まあ、ここの人たちっていうのはとにかく失敗を恐れる。何か、 いや行動をしししてて失失敗をしちゃったら社会人として失格ではないいかっていうふうにこう思っててううに思しまうわけなんですだからこうどうにかして社会のルールに合わせよう、ね、どうにかして自分が常識的な人間でありたいとかそのルールの中に入っていれば自分は守れるっていう,うに思っているわけですねでただしその,そのルールに合わせて本当は自己中心で自分らしい生き方っていうのを持っているんですけど自己犠牲しながら 自分を苦ししめてて生きるとといううことになってしまうわけですで自然癒クラブでその多くの人が思っていたのはとにかくですねこの常識っていうものがおかしいんではないかっていう疑問点を持たれている方が多いんですねでなぜかって言ったら病気にかかったらお医者さんに行くこれ当たり前じゃないですかでその常識がおかしいんではないかって思うのは 結局ね、非常識な人間じゃないかっていうようなカテゴリーになってしまうんですよねだから自然衆クラブでこの話を聞いているあなたっていうのはまあ非常識な人間に近い可能性があるってことなんですねただこの常識非常識って何が決めるかって言ったらですね結局は一言で言うと多数決で決まるんです多数決要するに多数の人が常識であり 少数派っていうのが非常識なでとにかくそのじゃあ常識って決めてるものこの食品であったり医療っていうこの現場で見た時に何が常識を決めてるかって言ったらですね社会の洗脳、まあ、つまりメディアですよねメディアが流す情報が合ってるって思ってるからその常識が作られるわけですよね、うん、この社会人でとどまるようにう作られてるっていうのは、まあ、今の日本で行った時にやっぱり戦後の GHQ の教育であったりとか なるべくここの社会人でとどまるように社会のルールに守るような人間が多ければ多いほど社会を支配している人から見ては都合がいいわけなんです結局奴隷になるような人たちが都合のいいように動いてくれる人間を大量に作ることができたっていうそういうことになってしまうわけなんですだからまず僕自身が思うのはこの自然中クラブを通じてでもですねそのこの社会のルールとか常識はどういうふうに作られているのかって ででそういうことを常に疑問に思,思いながら普段生活していただければ何らかしらの,、ね、その答えっていうものが見えてくるっていうふうに思うわけなんですね。はい、この、ね、ステージ理論見て面白いんですけれどもその例えばです、ね、その赤ちゃんからね幼児まで行ってでお母さんの言うことを聞きなさいとっていうふうになった時にこのよくです、ね、このステージ3を飛ばして幼児から社会人になっちゃうケースっていうのがあるわけなんですね。 で、例えば、これっていうのはマザコン。お母さんの言う通りに生きるような自己犠牲をずっと長いことを過ごしながら生きてしまうような人がいるわけです。で、そうすると、例えば、社会人になってですね、結婚して子供を産んだっていうこうになったとしても、結局、ここの、要は非,非道徳な行動とかっていうのをやっていないがゆえにですね、自分がこれをやりたいっていう欲求が生まれちゃうんですね。で、そうすると、 そのいい大人になって,てもですね例えばまあ不倫してしまうとかであとはなんか痴漢行為をしてしまうとかですねでそういうような悪さをしてしまってここを生き返したくなるような人間っていうのもできてしまうであとはその自分らしい生き方ということで社会人からじゃあ世界旅行したいっていうことでこういうふうにステージ上げたとしてもですね世界旅行行ってじゃあお金が尽きたじゃあどうしようって言ってじゃあまた社会人戻なきゃって。 いうふうになりたい自己中心から結局自己犠牲に戻るっていうそのステージっていうのもあるわけなんですね。だこうやって見ていくとその自分がどういうようなステージを重ねてどこまで来たかっていうのを冷静に見ていただくと自分自身のねこう自己分析に役立つんではないかっていうふうに思います。でとにかく、うん、僕が思うのはやっぱりこの 社会のルールとかここのねステージ4からどうにかしてですねやっぱ自分らしい生き方っていうここにこう抜け出すそれを模索していただければって思うんですよねでそれにはメディアですよねテレビとかそういう情報に溺れるんではなくて今見ているその世界っていうのは実は現実は現実ではないこの見ている自分の目の前の現実っていうのは作られたものなんですよね ある人からの意図、食品っていうのは安全だっていうふうに思わされて自分たちが思い込んでるっていう。ね、医療にしてもそうですよね。食事にしてもそうですよね。でそういうことが今の目の前の現実をこう作り出してる。これが社会の洗脳だっていうふうに思ってるんです。だから常に何らかしらちょっとおかしいんじゃないかなっていうね、疑問を持ちながら生きていただければ自分の本当のね、 自分らしい生き方っていう答えというのが見つかっていくんではないかっていうふうに思っていますはい、まあ、なので、まあ、このねステージ論理論に関しては言えばあの洗脳食奴隷解放セミナーっていうところで人生のテンプレートっていうことで紹介した話なんですねですのでもしこの話に興味がある場合はこの下のねリンクに、えーまあ、無料講座とありますので、えー、そのね洗脳社会からね脱却していただければっていうふうに思いますはい それではですね、今回は社会の洗脳から解放される方法についてお伝えしました。もしね、この動画が良かったって思われたら、ぜひ高評価と、あとは自然中クラブのチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。